奴らが言っていたな。思い出すだけで俺はワクワクしてきたぞ。よし、全宇宙のみんな、俺らと一緒に今までの戦いを振り返ってみんぞ。悪い方のブーと戦ってから地球は随分平和になってよ。体なまっちまねように修行してた時、初めてビルス様っていう破壊神に会ったんだよな。何度見ても星の爆発は気分がいいね。これから地球を破壊する。見たことのない食べ物ですね。やっぱり破壊するのはもったいないかな。絶対に許さん。オラがビルス様に勝てなきゃ地球がぶっ壊されちまう。みんなの力を借りてスーパーサイヤ人ゴッドになったんだけど、いやー、やっぱビルス様強かったな。ベジータと修行してたらブルマから連絡があってよ、なんとあのフリーザが復活したっちゅうじゃねえか。このままだと地球人は全滅してしまうぞ。全滅って。さあ、楽しい楽しい復讐の始まり始まり。しかもフリーザーのやつパワーアップして金ピカになっちまったんだ。俺はもうスーパーサイヤ人ブルーになって戦ったけど、地球が大変なことになっちまってさ、あん時は希望が冷えちまったぞ。ビルス様の双子の兄弟でシャンパ様っちゅんがいたんにも驚いたけど、まさかオラたちの宇宙の他にもたくさん宇宙があったなんてな。ビルス、勝負をしよう。お互いの宇宙から選び出した人間だけの勝負だ。これより第6、第7宇宙破壊神選抜格闘試合を始めます。でっけえスーパードラゴンボールっちゅうもあってよ、それをかけてビルス様がいる第7宇宙とシャンパ様の第6宇宙の代表で試合をすることになったんだ。まだまだオーラたちの知らねえ強えやつがいるんだって。嬉しかったな。昔行ったその世界には仲間がいるんだ。オラと同じ顔したスーパーサイヤ人ロゼと不死身の男ザマスが未来の世界で人間ゼロ計画っちゅうひでえ悪さをしてたんだ。受けるがいい、我が刃。オラたちも戦いを挑んだけんど、あいつらすんげえ強い上にポタラでガタまでしちまって、どうやっても倒せねえもんだから、さすがにもうダメかと思ったぞ。哀れむべきかな。神が行えば善となることも、人が行えばこれ皆悪となり罪となるのだ。神も人間もない。自分一人の正義に浸るお前に、トランクス、俺たちの生きる思いを潰させるものか。もっと強いやつらとも戦ってみたくて、一番偉い神様ゼンちゃんに力の大会っちゅうのを開いてもらったんだ。宇宙の存亡をかけた戦いってだけあって、どいつもこいつもめちゃめちゃ強いやつらばっかだったな。今日は力の大会を描いた宇宙サバイバル編のシリーズディレクター長峰監督にお話を聞いてみたぞ。ドラゴンボールのね、シリーズディレクターやらせてもらうなんて、おおと思って、宇宙サバイバル編も何十人ものキャラクターがバトルロイヤルするっていうのを、優秀な演出の中村さんにお願いしてもらって、2人で頑張ってやってくれたのつって会社からエールをいただいて宇宙サバイバル編をやるということになりました。当時のドラゴンボール Z の演出さんたちがどういうことやってるのとか、それを発展させられたらいいなと思って、見てる人はドラゴンボール見てるともっとすごい絵を多分頭の中に想像していくと思うので、それで負けないように魂を込めるっていうか、悟空とかベジータがうわーとか喋ってるところに共鳴して絵作りっていうのを追求するかしないかが肝であって、1回しか使ってない技とかを、ね、掘り出したりとかして、あとは最後のねフリーザとね、悟空の共闘とかも、作画もすごいんだけど演出の空洞もすごかったなと思うし、ドラゴンボールのアフレコは苦労することがあんましない、素敵な役者さんがみんな来てたんで、ディレクター陣は何もしなくても役者さんが勝手にやってくれるみたいな。僕が主演ディレクターやって、おのおのスタッフとかもドラゴンボールに魂込めて作った作品なので、ぜひともドラゴンボールの世界を楽しんでください。よろしくお願いします。
すためにここまで高めたその熱さ、答えねばなるまい。神の領域など踏み越えろ。俺は信じてるぞ。カカロット、カロセのドアはロックされたまま、やれやれ今度も。どんな時だってどんなピンチだって今まで跳ね返してきたじゃないか。ここで一歩も引くわけにはいかねえ。俺に命令の戦いにはまだまだ見どころがいっぺんだ。みんな、ずっと見てくれよな。